はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズです。今回飲んでみるのはこれ、メーカーズマークですね。はい、前回ワイルドターキー13年でしたっけの時に言ったんですけど、バーボン私に合わないと言ったんですが、これもちょっと一応バーボンです。はい、というのもですね、あの後ね、ちょっといろいろ動画見てたら、クロスロードラボさんの動画の中で、メーカーズマークでウイスキーにハマる方が多い、メーカーズマークが初心者の方に美味しく感じるっていう情報、そういうこと的なおっしゃってた動画を見たんで、あーっと思って、でメーカーズマークだとコンビニでこのね200ミリだったら数百円で売ってたので、あ、これはちょっと最後にあがいてみようかなということでやってみたいと思います。はい、じゃあ開けてみたいと思います。なんかこのなんかすごい、なんですかね、これ開けるこれです。よいしょよいしょ。この前に、撮影自体はね、撮れないな。このまま開けちゃおうか。よいしょ。はい。ちょっと香りを嗅いでみたいと思います。グレーン&モルトで 45% でアメリカ、ごめんなさい、アルコール分が 45% で、原産国がアメリカと。うん。セメラインっぽくはないな。ちょっと注いでみましょう。さあ、どんな味するかな。でもちょっとするな。ちょっとセメライン臭いな、やっぱり。こう、空気に触れる量が多くなると。色はね、なんか非常に綺麗な琥珀色なんですけども、ちょっとね、いただきます。飲んでみてます。なるほど、確かにバーボンっぽくないっちゃバーボンっぽくないですね。ただビリビリビリってきますね。このガーッと熱い感じ、ビリビリした感じがきますね。で、こう飲み込んだ後にファッと甘さが変わるんですけど、確かに、確かに、ジムビーム、あとワイルドターキー、それから、まあ、テネシーウイスキーになっちゃうんですけども、ジャック・ダニエルと比べて、メーカーズマークが一番飲みやすいですかね。確かに。ただこう、ビリビリした感じが、アルコール感はありますね。あと、喉に入ってる時がぐわっと熱いですね。この動画の一本前かな、一本前か一応二本前かちょっと分かんないんですけど、油は危なくて60度ぐらいのやつ試してると思うんですけど、あっちの方が全然飲みやすいです。こっち45度なんですけども、ちょっとこう熱くなりますね。ちょっともうちょっと加水してみましょう。トワイサップぐらいに、ちょっと入れすぎたかな。これでいいかな。でも香りはほんとセメダインの香りしますね。こうバーボンっぽさがないっちゃないんですよね。でもまあバーボンって言われれば分かりますけど、これで初心者好きになる？ちょっと疑問。私は確かに甘いんですけど、いや、これ飲むんだったらっていうとこがいろいろありますね。もうちょっといろいろ飲んできちゃいましたけど、
あ、バーボンといえばコーンの甘みにライ麦のスパイシーさに焦がした樽の香ばしい香りがついた荒々しいイメージです。メーカーズマークは小麦由来のマイルドな味わいで飲みやすい。普段バーボンを飲まない人にもおすすめ。なるほど、あーなるほどね。手に入りやすくて甘くて少し飲みやすい、うん、あとハイボールなんかにしたらね、あれですけど、なんかこうなんか味はフルーティー、まあ、アマゾンのレビュー見てるんですけど、味はフルーティーさがありつつ、かといって甘いというわけではない、なく深さも感じられる。通常40度が多いバーボンウイスキーですが、こちらは45度なので比べればパンチがありますが、アルコール臭さを感じないので安物感がなく美味しいです。データのスモーキーさなどジャック・ダニエルの味は好きですが、ロットにより薄く感じることが残念に思うことがありますが、こちらの味のタイプは異なりますが、そういったムラがないです、こちらね。なるほど、これが一番、今これが一番好きって書いてるのがありますね。これまでバーボンウイスキーやジムビームなど安いものしか飲んだことなかったのですが、こちらのメーカーズマーク本当に美味しかった。マイルドな味わいですごく飲みやすい。確かにジムビームと比べたら全然飲みやすいですね。入ってくときにきついんですよね、ビリビリってする。そういった意味ではやっぱりそのなんだろう、コスパということを考えればデュアーズのホワイトラベルとかバランタインファイネストとかあっちの方がいいと思うんで、甘さを主体で欲しいというのであれば、それこそねアベラワーとか宮城郷とか、ただその辺が値段がちょっとねいっちゃうんで、でこれメーカーズマークがフルボトル 700ml で2600円なんですよね。確かにコスパがいいですね。でもやっぱ初心者からするとカティーサークとか、ちょっとグレンフィリック、グレンリベット、あっちの方が飲みやすいと思うんですよね。これで飲みやすいとも感じてるんでしたらそっちでもいいと思いますけどね。あれも値段そんな変わんないですもんね。カティサクに関してはもう1000円ぐらいですから、こう甘さ主体でこう確かに飲みやすいのは分かるんですけど、後ろにバーボンがいるんですよ。奥、後ろとか奥にね、こうチラッとこうやつが覗いてくるんですよやつが覗いてくるんだよな。あ、でも確かに、バーボン嫌いな人が、バーボン、飲めるバーボン。ただ、ウイスキー初心者が、これを飲んで美味しいかっていうと、ちょっと私的には、微妙かな。はい。まあね、味覚って人それぞれなんで、あくまでも、独断と偏見ですけどもね。はい。参考になればと思います。ただ、もうコンビニで、この辺、このサイズだったら、数百円。で400円、500円しないぐらいだったかな、で買えるので、まあ、ちょっと買って飲んでみるのもいいかと思います。はい、それはねもうジムビームもジャックダニエルもちっちゃいビール売ってますので、どんなもんかなってねやってみるのは非常にいいことだと思います。それでねいろいろ試して、自分のお気に入りのウイスキーが見つかればなぁなんて思う次第でございます。はい、一応概要欄の方に、アイテムリンク入れておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい、あとチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。はい、今回はメーカーズマークを飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。